もったらしおいしいご飯の時間ですよ。今日はですね、もう青さたっぷり、もうっていうのはよくわかんないけど、青さたっぷりの味噌汁と、熊本からしれんこんとか、まあそれ作ってるっていうわけじゃないんだけど、作ってるっていうので言うのであれば、天才好きなもやきと、青さたっぷりの、はい、どうも、たらしおいしいご飯の時間ですよ。今日ですね、そうです、スライドしてきた、ホタテの浜に炊き込みご飯はチンするだけ。そう、みょうがでした。これも美味しかったな。みょうが納豆、みょうが納豆しっかり美味しかったわ。これは本当に最高でした。あとね、そう、さっき言った青さだらけの味噌汁です。青さだらけっつったってですよ、木島くんですから、煮干しをそのまま入れたまんまで具材に具にして、味噌汁の具にして食べる、飲む、その形はもう崩しません、崩しておりませんよ。取った方が美味しいですよ、取った方が美味しいですよって、そりゃそうなんでしょうね。あ、これ見てください、僕大好きね。これある、あったとき、ある時は大体買います。熊本館銀座有楽町新橋、あそこら辺にあるアンテナショップ、熊本のアンテナショップ熊本館行きます。何かの用事があったりした時に熊本館に行きます。そしたらその時に木島くんは南関揚げを買います。南関揚げ非常に大好きです。そしてからしれんこんも大体買います。からしれんこんも大体買います。大好きですから、からしれんこんも買います。そして塩トマト、これね、一番ない、塩トマトが一番ない確率が高い、一番ない確率が高いですけど、ある時は大体買います。南関揚げは大体あります。からしれんこんは冷凍のやつは大体あります。冷凍じゃないやつが、これこの情報ね結構大事ですよ、冷凍じゃないやつはある時とない時があります。塩トマトはない時が、僕が行った時はたまたまかもしれんけど、ない時が結構多いです。そんな感じになってますね。皆さん、気をつけて行く時はね、絶対あると思って行かないでくださいよ。ない時もあるけど、ある時もある、それタイミングじゃないなんでしょう。時間ね、行く時間が早かったらあって、夕方とかになっちゃったらもう売り切れててとかね、あと土曜日日曜日とかはなかったりとか、なくなるのが早かったりとか、そういうのはあるかもしれないですね。ただ土曜日日曜日はなくなるのが早いから、じゃあ多めに仕入れてというか、送ってもらってというか、そういう形でやってるはずだから、まあ運次第なんでしょうね。要はそういうことなんだろうな。僕はだから大体うまくいってますよ。大体うまくいってる。まあ難関揚げさえ買えればね、最悪というか最低限難関揚げさえ買えれば、もうそれはもう木島は大満足して帰ってくるわけですから。今何やった何やってました。今なんか思ってた、白身魚のフライかな、もしかしたら。でこれぞ、熊本からしれんこん、これですよって今見ていただきました。からしれんこん好きだけど、熊本館でしかほとんど買わないから、これしか最近は食べたことがない、最近は食べてない、これしか、からしれんこんは。だからどことどこ比べて、熊本の方々はなんか、私は、僕は、俺は、わしはここのからしれんこんが好きなんだっていう、ちゃんとあるんでしょうね、きっとね。地元の食べ物っていうものはそういうもんでしょう。僕はここのラーメンが好きだとかいうのと同じで、僕はここのからしれんこんじゃないとダメなんだっていう、そういうのがあると思うんだよね、きっとあると思うんですけど、僕はそれがどこのが何か、どういうふうに美味しい、どういうふうに美味しいのかっていうのはちょっと把握できてない。ただ大好き、美味しいです。で、塩トマトもぜひね、食べたことない方は食べてほしいですね。味が濃くてね、美味しいんだな。塩トマトっていうのはね、水に塩をつけてるとかじゃなくてね、土にね、確かですよ、土壌に対して、土壌って言って、土壌の土壌、土ゼウ、土壌鍋の土壌の柳川鍋のあっちじゃないですよ、土壌に塩が埋め立たちだからだったかな、塩分が混ざっているとかなんとか、そういう話だったと思いますよ。要は鍛えられて、そう、負荷をかける、負荷を、この顔面みたいなもんです。確かね、負荷をかけておるから、育つのに力を使うと、実をつけるのに力を使う、それで栄養がこもるというか、ギュッと詰まったうまみの、そういうトマトになると、そういう話だったはずです。確かそういうことです。麦踏みみたいなもんですね。要は負荷をかけるっていうのはそういうことなんでしょうね。麦踏みってあるよ。そうだよね、麦踏みっていいよね、ありますよね。一回通らしてというか、倒してというか、なんかそういう風にして強くね、牛選ば牛選り、船さば船し、話だあの前、アブシュード枕っつって、これはもう本当に僕は大好きな言葉です。牛選ば牛選り、船さば船し、船しだあの前、アブシュード枕、もう本当にそういうことだと思う。ちょっとその負荷をかけて、麦踏みとか塩トマトっていう話とはずれてきましょう。この牛選ば牛選り、バカにするならバカにしなさい、コケにするならばコケにしなさい、みたいなニュアンスですね。船さば船し、船すってのはこう、なんちゅうんだろうな、この
ふなすのよ、ぐっちゃぐっちゃこうなんつうの、あの田んぼのさぶっちゃぶっちゃのやつをさ、こうやってかき混ぜる肥やしとかと土をこうやって混ぜる、あのふなすふなさばふなし、そうやってこんなるようなこんなことバカにするならバカにして、そうやってみんなむっちゃむっちゃやりなさいですね。 でもそうやってふなしだの前や、そうやってねぐっちゃんぐっちゃんにしてこうやってやったもんでもんでやったやった、そうしてやったあの田んぼの米は、毎夜米お米はあぶしどのくらいのあぜあぜにね、あの実るほど神戸を垂れる稲穂かなみたいな感じですよ。あの要はそうやってこんなぐしゃぐしゃにしてやった田んぼのお米はね、あのあぜにこうやって枕にするほどこうやって実ってぐわってお辞儀してやるもんだよっちゅうこと、世論の方言のことわざでございます。ジェラボシエルフナサバフナシと、そういうことですよ。僕はこれもちびっこの頃から大好きですね、この言葉。だからあのね、これね本当に不思議なもんというか、これ皆さん覚えておいてくださいね。いい言葉を知っていて好きだからって言って立派な人間になるとは立派な人間になるとは限らないんですよ。そういうことなの、もうそれが答えなんですよ。なんだ、あの例えばさ論語とかああいうのをねもうずっともう読んできて、もう全部空で言えますよと、全部覚えちゃいましたよと、聖書でもいいですよ、何でもお経でも何でもいいですよ、そういう素晴らしいものをね身につけてというか、あの読んで覚えて、じゃあだからってねその人が素晴らしい人間になるかと言ったらね、それはまた違うことなの、それとはまた全然違うことなの。ただね言えるのは知ってるのと知ってないのとじゃあ大違いなんだな。あの戻ってこれるかどうか、戻ってこれるかどうかって、その立ち戻る場所というかがあるかないかっていうのはやっぱり大きな違いだと思いますよ。僕の場合はねもう全然戻らないからもうどうしようもないんですけれども、まあでもね、あの戻る場所、例えばちびっこの頃に三つ子の魂100までっていうじゃない、あのちびっことか、ちびっこがさありがとうとかさありがとうございましたとかちゃんと言ったりね、さようならいただきますとかそういうのをちゃんと言えるようになるじゃない。でそれがね分かってればね、あの途中であの突っ張りハイスクールロッケンロールになったとしてもですよ、やっぱり試験でいい点数取って親を喜ばしたいなとかそういう気持ちになるわけですよ。こうやって立ち戻る帰ってくる場所がね、そういうねやっぱ教育というか、それはさ、でもね、あじゃあまたこういう話をしたら全然関係ないね、どんどん時間だけ過ぎていって、そうもうすぐ出来上がりですけど、出来上がりなんですけど、そういうことよ。例えばお父さんがいない、お母さんがいない、お父さんお母さんもいない、おじいちゃんおばあちゃんもいない、だからってじゃあひどい人生になるのか、そういうことでもないからね、それはそういうことでもないから、こればっかりは何とも言えない。もう本人次第っていうのもあるし、僕なんかもう周りには恵まれてたよ、ただ僕自身がパンチ入れてるもんだから、このようにパンチの人生、まあ、じゃあごめんなさい、めちゃめちゃ美味しかったんで全部食べてる方のところもぜひよろしくお願いします。